か。短すぎない。短くない。だから不登校ない。みーみーチャンネル始まるよ。今から髪切ります。あのイメチェンとかではなく、ただ髪長いの邪魔なんで切ります。何センチ切るの？5ぐらい。こうたった5センチ切るの大変だからいっぱい切ってほしい。いや、じゃあ10センチ7センチ。いやいや、せめて10センチ。いやだ、いやそんな聞いたけど、ただもうここのここら辺ちょん切りぐらいでいいの。あのさ、一回ここで切って整えちゃう。ここで切ると掃除が楽。いや掃除が楽とかじゃなくてさ、あの切りすぎだ。そうすると細かい毛が出ちゃうから。いやいいじゃん、掃除機で吸い取れば。じゃあさ、立って。なんで？服が汚れる。でいいじゃん、だってさ掃除すればいいじゃん。あのね、洗濯機の中に髪の毛めっちゃ。じゃあ落としたらガムテープで取ればいいじゃん。それ大変じゃん、取るの。あの、ほんと、うざいな。今、ミーミーと相談した結果、13センチ切ることになりました。ママ、切りすぎって言われるので、測って切ります。じゃあ、真ん中からいきますね。ここまでです。これでいい？見て。13センチ。長すぎじゃない？何よそくらいで。何よそくらいで。いい？いいって言ったね。じゃあそれ。いやさ、気持ち短めそれより。なんかいつも切りすぎるから本当やだ。切りまーす。じゃあ11で。でさ、めっちゃ切ってみたところ許さないからね。はい。でも13センチってこんななんですよ。どのくらい切って。はい。はっ、長すぎる。11って言ったじゃん。じゃあさ、後ろはさ、そんなぐらいで、だんだん前に連れて長くなればいい。で、だんだん前に連れて長くなればいい。あー、まあ、うん。頭が大きく見えるんだよ。今ね、ミーミーにこの状態の写真を見せたらがっかりしてました。11って言ってんじゃん。だから前に向かって長くなればいいでしょ。後ろなんて。いや、後ろも11だ。もう短すぎる。あ、はい、大丈夫だって。6時半から見ないといけないから。何を？今途中段階こんな感じになっております。人の髪を切るっていうのは怖いです。でも真面目にやってます。はい。下向いてると短くなっちゃう。だいたいこんな感じで、あとは整えていきたいと思います。頭かゆいですか？大丈夫ですか？はい、今の髪の状態はこういう感じになっておりますね。まだ掃除は楽そうです。はい、短い。できました。短い。あの、あ、待って髪の毛取ってから行って。短すぎる。大丈夫。文句言うなら、お風呂入ってさ、髪の毛濡らして縛ってみてから言ってくる。なんで濡らして縛るの？いいよ。もう真下から。待って。いけるって。踏まないで。短すぎるよ。短くないって。大して変わってないって。だから不登校になります。嬉しそうだよ、顔が。待って。え、もっと切る？え、何？ね、これマジわざと言ってる？いや、わざと言ってない。ケロリンつけたら普通にいいから。あー、短すぎない？短くない。かわいい。じゃあシャワーしてきてください。やばいもん。毛も揃っていい感じになりました。顔向けできません。素敵です。ってマジ笑えないよ、言ってるけど。
いや、笑ってるよ、みんな。かわいい。ね、ほんと横から見るとすごいかわいい。すごい、このフォルムが素敵。ミーミーの髪の毛だ。茶色っぽく見えるね。そうだね。あー、これでさ、なんか毛の玉玉作ったよね。ボールボール。作ったけど。いや、匂い嗅いでる。やだ。どう、自分の髪の毛の匂い。なんか髪の毛につけるスプレーみたいな匂いする。いい香り、シャンプーの匂いします。はい、じゃあいかがでしたでしょうか。許せない、ね、危ない、許せない。ついでにこの子の髪の毛も切らせてくれ。え、切るの。あ、お客様、今回はどのような感じで。見したい。やっぱ女の子は僕が一番可愛いですよね。わかります、わかります。はいはいはい。それでは、あと結構整ってないようですね。どこの美容室行きました。そんなの言えません。ミーミーママさん美容室。あそこ結構あれっすよね。私も結構嫌われました。はい、了解です。それでは切っていきたいと思います。あ、姫カットにしたい。はい、了解です。姫カットね。あ、楽しい。美容師なのかな。はい、今回はなんでママにしようとしたと思ったんですか。好きな人ができてるって。そういう気持ちわかるんです。わからない。え、もしかしてイメチェン、イメチェンしたくなったんですか。イメチェンじゃないって、ただ邪魔だからって言ってんじゃん。好きな人ができてイメチェンしたくなったんですか。だから急にミーミーバイママ美容室に来たんですか。違う、マジで黙って。はい、毛先の方合わせていきますね。はい、髪の毛の色の方も結構いい感じなんですけど、全然傷んでなくてブリーチしてるのに可愛いですね、とっても。はい、うちでも結構ブリーチとか髪染めの方はやってるので、ぜひ来てください。この美容室スパルチェエジュ。なんかそれ聞いたことある。チリチリしてますね。こんな感じです。美しくなりましたね。ちょっとあの、うちの整形外科の名前覚えてる人コメント欄にお願いします。ちょっと忘れたので。ミニョンズピーで。ミニョンズピー。まあいいや、スパルチェージュでいいやね。スパルチェージュね、来てくださってありがとうございます。あ、前髪作りたいんですか。交代にしてみますか。はい。お前も可愛い。すいません。下の髪の毛短くしすぎてんだからすいません。お前も最近可愛いですよね。はい、お前のアイドルとか結構好きです私。はい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 。とっても可愛い。可愛い。裏の顔。え、裏に変わったの？はい。いやどこで学んだんですか、カットの技術は。お父さん。お父さん。はい、お父さん、結構、あの、有名な美容師で。こちらね、ヘアドネーションということで。はい、結構お花に生やしてあげるのとかもあるんですけど。やめなさい。またのご来店お待ちしております。え、ミーミー、まだやってたん。チャンネル登録お願いします。ミーミー、お風呂上がった。タオルの巻き方が面白いですね。ここ何これ。あの頭がでかすぎて結べないから、はい、ゴムで止めてんの。髪の毛洗いやすくなってました。全然もう髪の毛に水が浸透しない。田中かな子です。東京都出身です。パワーあふれる演技で皆さんに幸せをお届けします。元気を届けます。すごい。言葉しあゆみです。兵庫県出身です。素晴らしい顔と素晴らしい演技で皆さん。ちょっと田舎っぽいよね。たまごりです。たまごり覚えてる覚えてる。水塚アイルです。
神奈川県出身です。素晴らしい歌声と素晴らしい笑顔で皆さんに幸せを届けます。だって言うことないんだもん。そうだ、あゆみです。あゆみチャームか岡山県出身です。チャームポイントは笑顔です。もう疲れた。でもあと5分で TikTok の制限切れるから見とかないと。それじゃあ